どこぐらいになってんや。およそ2km 先、右方向です。いやいや、あの道や。悲しいからね、こちらの方はね、診療じゃないみたいなことをみんな言っとんだけどね。綺麗に掃除してくれてますね。はい、ありがとうございます。ここに回数板があるんだけどね。もう目を戻して何にも見えませんか。こっちは南なのかね。南なんでな。お、お、開いてんちゃうか。いや、開いてないな。見えないね。やっぱ埋めてますか。残念でございました。これもね、もう随分ね、何百年も経ってるかね。煙糸漁でございます。よいしょ。この量はあんまり普通は当たらからんのでね、これ木切るとね、綺麗なね、山が見えんだけどね。ほら、あら、残念でございます、これ。これ左側ね、ここが水入ってるんだけど、右の方、右の方はね、左の方はちょっとわからないんだわ。松は綺麗にまだこんな感じで、ものすぐね、伝統構えてよかったんだけどね。まずは残念でございましたね。こんな感じだったんで、あ、これもだいぶ古いね。いやー、この樹齢だいぶいってますね。わしはよくわからんけど、それはもう100年とか200年とか、もうそんなすごい年齢 でございますね、これね。剣後静香古墳は古くより知られた存在でしたが、埋葬者は明らかになっていませんでした。内部にはですね、2つの埋葬空間があることから、お二方が脱走されていると考えられます。発掘調査ではですね、ガラス玉であったり、当時最高級とされる表彰館の破片も出土していることから、高貴な方が埋葬されていると考えられます。上から最初、最後は上へ一周回って帰りましょうか。あまりにも綺麗やから、こっち回られへんのか。あら、もう最高やわ。今年何回見に来とるかね。なんか時間あるとこ寄っとるね。で、丸子山古墳、被葬者誰なんでしょうね。やっぱり天皇のお子さんでしょうかね。書いてある。やっぱり皇族クラスか。これがすごいからね。よいしょ、上がってみよう。ほら、丸子山古墳ですよ。